はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、最近発売をされましたね、マビックエアの2というかね、そちらのお話、僕が思うところのお話、僕は、これも最初に言っておきますけど、僕はマビックエア2はちょっとね、欲しいのは欲しいんですけど、ちょっと控えようかなということで考えてます。僕がね、思ってるところ、あとは、このマビックエアね、僕が持ってる、1の方ね、が、修理上がりで帰ってきたんで、そちらの話、前からねチラチラ言ってますけど、また愚痴動画になってしまうような気しますけど、そちらの方の、お話ということで、しようかなと思ってます。はい、どうも、そしたらね、まずマビックエア2についての、僕の思うところっていうことでね、非常にね、いい機体ですよね。お金が余ってるんだったらね、欲しいなっていうことなんですけど、一番最初に言いますけど、今回ね、マビックエア1の方ね、修理っていうか、後で言いますけど、結局修理は何もしてないんですけど、点検をしたっていうことだけになっちゃったんですけど、そのマビックエア持ってるんでね、そこからじゃあ買える必要が、あるかどうかね、これは使い方にもよると思うんですけど、僕の使い方の場合は、とりあえずマビックエアで十分かな、買い替える必要まではないのかなっていうところでね、今回は買い替えはしませんでした。一番ね、マビックエア2のところで僕が魅力的に、魅力を感じたところね、っていうのが何かということをね、ちょっとお話をしたいなと思います。本当にね、いい機体だと思います。まずね、この、なんていうか、電波のね、伝送距離が長くなりましたね。これ、海外だったら10キロとかですよね。日本でも6キロということでね、かなり、伝送距離が伸びてます。お給シンクの 2.0 ね、これがお給シンク対応になったんで、かなりね、そちらの方で電波強度の方も強くなっているということで、なんていうんですかね、結局ドローンで飛ばす時に直線距離じゃなくて、こう上に飛ばすんでね、こう対角線上の距離になってくるんで、単純なね、こう直線距離じゃないんで、やっぱりちょっとでもね、6キロも行くと、そうなん絶対ね、目視外飛行になるんですけど、でそれでもね、やっぱ安定した、電波のやり取りができるっていうところにね、これはね、非常に魅力的だなと思います。マビックエア、この初代マビックエアの方は、このオキュシンク対応じゃないので、やっぱりね、電波の方はちょっと怪しい時が、ありますよね、やっぱりね。だからどのくらい上がってるのかちょっとわからないですけど、やっぱりそこは非常に、なんですか、興味があります。買い替えたいなって、ちょっと悩んだっていうか、思ったところではありますね、正直ね。で、もう一個ね、僕は気になったのは、このマビックエアで僕持ってるのはファントム4プロってやつとマビックエア、こちらの機体になるんですけど、この機体からね、多分 DJI の機体ついたと思うんですけど、なんだったかな、APAS 機能ね、高度、操縦支援システム、自動でこうね、それをオンにしといたら自動でこう障害物を回避してくれるっていうね、機能ですね。今までもこうなんていうかな、ゴーホームかけた時に自動でこう避けたりするっていう機能はね、ちょっと搭載してたりはしてたんですけど、この機体からこの APS っていうのが、ついて、で、普通にね、操縦してる時でもそれをオンにしとけば、速度とかね、ちょっと遅くなったりはしますけど、自動でこう、人とか物とかを、右とか左とか、どちらに避けるか上に避けるとかね、そういうのも自動で判断して避けてくれるっていうね、素晴らしい機能がつきました。これはね、すごくいいなと思いました。でそれがバージョンが 3.0 ね、
確かね、この APS 機能が Mavic、 これが最初について、次に発売されたのが Mavic2 だから、 Mavic2 シリーズについてたのがバージョン 2.0 なのかな、ちょっと僕持ってないからちょっと分かんないし、調べてないからあれなんですけど、多分 2.0 は Mavic Air 2、 Mavic 2とか、Phantom の Phantom 4のバージョン2、がもしかしたら APS ついてるのかな、まあ、そういった機種になろうかと思うんですけどね、まあ、3.0 バージョン 3.0 がついてると。これはすごく気になりますね。僕はね、一応ね、思ったのは大体その2つね、2つのポイントが非常に大きかったです。当然ね、他にもいろいろあるんですよ。良くなった、多分動画とかで言うんだったら、一応ね 4K はセンサーサイズもちょっと大きくなってるんですよね。そうですね、ちょっと大きくなってますね。ちょっと大きくなってる。あと画素数はね、多分これ、どうなのかな、静止画だとね、今まで、1200万画素だったのが4800万画素まで画素数も増えてますし、うん、そうですよね。まあそうですね。で、僕はね、まだ動画の方が気になってるので、動画の方も、最大のビットレートが 100メガバイトだったのが120まで増えてるんでね、まあ、動画も多分こう きれいに、まあ、センサーサイズも増えてるし、きれいに撮れると。あと、これも、まあ、どうなのかな、今までこの Mavic Air の方は 128GB のマイクロ SD までしか対応してなかったのが512まで対応するようになったんで、まあ、ずっとね、ぶっ通しで動画撮るような人であれば、まあ、ここの容量が増えたのも大きいのかなっていう感じはしますよね。はい。で、まあ、当然ね、この DJI の機械ってどんどんこうバージョンアップっていうか、新型が出るたびに同じグレードの機体でもね、飛行時間とかそういうのは増えてきてます。だから、これでもバッテリーがね、これが、2375mAh だったのが3500まで増えて、飛行時間これ何歩増えたのかな、13分増えたかな。もともとがカタログ値で21分だったのが34分まで増えたんで、まあ、30分超えてくるともう十分だとは思うんですけど、個人的にはね。ただ、まあ伝送距離がこう長くなってるから、まあまあ、目視外飛行のね、ちゃんと許可を得てね、その、まあ、6キロまでは絶対行かないと思いますよ。ね、まあ、海とかであればね、まあ、それは安全性はある程度担保できると思うんですけど、はい、まあ、なんていうか、そのくらいね、遠くまで飛ばす人であれば、バッテリーはね、まあ、容量っていうのはかなり大きく必要性が高くなるんだろうなとは思いますけど、はい、でいろいろなところがね、まあ機能強化されてるんですけど、あ、ちなみにセンサーはね、ほぼ一緒だと思います。まあ、当然いろんなところのセンサーは強化、まあ、中身のね、システムの方の強化も、まあ、ハード的なものも当然強化されてますけど、基本的には同じですよね。前下、後ろで、もともとがこれ、1の方でも、2カメね、2カメでしセンサーね、2カメでしたから、で下のところも2カメと、これが赤外線だったかな、要するに、まあ、下もステレオの、カメラセンサーがついてるという状態だったんで、確かほぼほぼ変わらなかったんじゃないかったかな。うん、ただね、このセンサーのところもね、このステレオセンサーの検知距離がね、これがすごい伸びてるんで、多分カメラが物理的に良くなったのかな。もともとね、この高精度測定範囲、まあ、カタログっていうかメーカーのスペック値見てもらったら分かると思うんですけど、この1の方ね、Mavic Air の方は、0.5 から 12m が高精度測定範囲で、検知範囲、まあ、一応検知はできるっていうのが 0.5 から 24m というふうにカタログ値がなってます。これ前方ね。
で、これがね、今高精度測定範囲が 0.5 から12だったのが 0.35 から22メーターまで伸びてます。だから22メーターまではかなり綺麗な何ですか、解像度っていうか データでこのステレオセンサー自体が検知できるっていうことは、このカメラ自体がね、かなり良くなったのかなとは思いますけどね。で、検知範囲もさっき言ったように最大24メーターまでだったのが、44メーターまでいけるようになってます。ね、おそらく、まあ、細かい検知が22。で、そこから倍の44までは一応、認識できてると、こいつがね。ということなんで、まあ、倍くらいの距離、前方検知ができるようになってると。で、後ろがどうなのかというと、後ろはね、こいつが、0.5 から10が、まあ、高精度な検知範囲。で、見えてるのはどこまでかっていったら20メーターまで見えてます、一応ね。で、それがどう改良されたかっていうと、高精度範囲が 0.37 から 23.6 まで高精度に後ろね、読み取れる。で、さらに見えてるのは 47.2 メーターまで見えてる。ね、これも、倍以上ですね、倍以上の範囲を検知できていると。で、下がね、ちょっとね、これがよくわからないんですけど、一応ビジョンセンサーと、あとね、そうそうそう、新型がね、TOF センサーがついた。 TOF センサーでも今もステレオビジョンセンサーついてる。ちょっと 何かが改良されてるんですよね。なのでこれもね変わってるんですよ。ビジョンセンサーの多分ホバリング、でもこれ下の方はほぼほぼ多分僕の感じではカタログのスペック値だけ見るんだったらあまり変わってない、下はね。だから前と後ろがすごく良くなったっていう感じですね。こうだからプラス APS のさっき言ってたバージョンが 3.0 まで上がってるんで、2ステップね、上がってるんで、それの違いはねすごく知りたい、こいつとだね、と思いましたね。で、ただ、まあ、デメリット面で言うんだったら大きくなってます、ガタイが。こいつがね、これ どこからどこまで測ってんのかな。一応ね、その体格サイズっていうのが、体格寸法サイズっていうのがあるんですよ。で、こいつが 213mm。 どこからどこかな、この羽は関係ないのかな、こういう関係だと思うんですけど、213mm、 それが 302mm まで、上がってます。だからやっぱワンサイズちょっとごつくなってるっていう感じですよね。マビックに近づいた感じになっちゃってる感じはしますね。で、重さの方もね、こいつが、430g、 これが 570g まで上がってます。だから 140g 上がってると。まああんまり変わらんじゃないかといえばね、飛ばしてしまえばね、まあそれはそうかもしれないですけど、例えばまあ、バックパックにね、いろんなものぶっ込んでこう行くときにちょっとかさばるようにはなったということなんだろうなと思います。で、バッテリーの方も、さっき言ってたようにちょっと容量が上がってるので、もともとこいつについてるこのバッテリーね、これが 140g だったのが、50g くらい上がって 198g、 ね、58g 上がってますね。まあ1個で言えばね、ファントムのバッテリーは結構重たいですけど、まあ、このくらいだったらね、全然軽いんで、まあ、58g くらいというふうに思うのか、まあ、どうなのかっていうね、これはまあ人それぞれの使い方によってだいぶ変わってくると思いますけど、そういうところが変わってますね。はい。まあ、僕がね、ざっと見て思ったのはね、まあ、旧型、新型を比べてね、まあ、そのくらいかな。あとね、プロポの方に伝送してくる映像ね、こいつの場合は 720p の30フレームが最大だったんですけど、1080の30フレームの解像度でも見れるみたいです、プロポの方でね。だからこれはライブビューなんで、まあ、飛ばしてる時の綺麗さなんですけど、だからまあそれはちょっとでもね解像度が上がるっていうのはやっぱりありがたいかなとは思います。ただね、まあどうなのかな、
この旧型のプロポであればね、あのここにまあアタッチメントかまして、僕の場合はiPad mini ね、とかをこうつけてねやってたんで、まあ画面がねそのぐらい大きくなれば、まあ、1080でちょっとでも解像度が上がってくれた方がありがたいと思うんですけど、iPhone くらいの解像度であればね、あの画面サイズであればあんま解像度上がってもね、だとそう本当に見えるかどうかですね、こうやってね。だからそこはちょっとどうなのかなとは思いますけど、あの新型のプロポどうなんですかね。なんかこうガチャンって挟み込むから、でも上下でこうガチャって挟み込むような感じなんで、こいつの場合は横からねこうグイッとこう挟み込むから、強固にねなんかこうプレートみたいなのを挟み込んで、この上に iPad をつけてみたいなね、感じになりますけど、あれなんかこう上のとこにピロンってこうね、出てて、こうバネみたいなのが出てて、キュッとこう多分押さえるような感じのタイプでしょ、多分そう見えるんですけど、まあ、プレートをねこう挟み込むっていうんで、挟み込む力がね、弱そうな感じはしたんですよ。その上になんか iPad みたいなこうでっかいやつを乗っけると、なんかこうねちゃんと挟み込めてないと、しんどいのかなっていう気もしたんでね、まあそれはまあちょっとよくわかんないですけど、まあどうなのかなと思いました。ただライブビューの解像度が上がったっていうのはちょっと評価できるのかなと思いますよね。はい、ということで、まあなんで買わないかっていうことなんですけど、今も言ったように、まあその回避する検知距離っていうのが検知範囲が広がったっていうのとか、伝送距離が伸びたっていうのは非常に魅力的だと思います、僕はね。ただ僕の場合はファントム4プロっていうのもこの前も話しましたけど、修理してね、機体が新しいのが来て、まあそれでもうちょっと頑張れるなと思ったんでね、まあ遠いところとか、まあそうだな、だから飛行距離が長いところとか、まあそういったところ、まあそれに風とかにも当然ね、ファントム4プロの方がガタイがごつし、モーターのパワーも強いんで、そっち飛ばすので、ってなるともう分割っていうかね、やることが分かれてきて、こいつは手軽にちょっと飛ばしに行くっていうかね、まあバックパックでこうちょっとなんていうかな、車で行くんじゃなくて、そこからバックパックでどっかちょっと山上がってとか、そういう時に使うような専門的な感じになってくると思うんで、うん、なんかそこまでねいらないかなと。まあ検知距離、まあ伝送距離の方が伸びても、まあ買い替えるまで行くかって言われたらちょっとどうかなと思って、それよりもまあ本当に買うかどうか分かんないけど、すごい興味があるのは、やっぱりファントムシリーズがバージョン2ね、バージョン2僕すごい欲しいなと思いましたけどね。だけどやっぱりファントムは合体がでかいから、なんていうかな、やっぱりそう持ち運びが苦になるところが多いんですよ、前からこれも言ってますけど。だからやっぱりね、マビック、まあ今2ですよね、だから3が出たらもしかしたらこいつともファントム処分して、もうマビこの間のねマビックに乗り換えてしまうっていうのがやっぱり一番賢いのかなと思うんですよね。で国交省への飛行申請の時もこいつだったらね、やっぱりちょっとできないっていうか、許可が出ないっていう場合もあるんですよ。だからファントムだったら全然問題ないと、ね、でマビックでもとりあえず問題ない、でこいつだったらダメっていうね、次のこのエア2がどうなるかは分かんないですよ。こいつのね、僕 あんまり見てなかったな、プロペラガイドの仕様とか、最終的にはプロペラガードをつけた時点で安全性がね、その人に当たった時のとかね、そんな時の安全性がどうだっていうのが多分国交省の方で、判断されて、で多分そういう許可とかのなんて言うんですかね、まあ機体に対して許可ができるかどうか、その飛ばし方とかね、人口密集地で飛ばしていいよとか、まあそういうところの、判断をされると思うんですけど、まあエア2がどうなのか分かんないですけど、多分ねグレード的に、ちょっとダメなんじゃないかなと思います。まあそこまで DJI の方もどっちかというとマビックって言ったら工業業務使用向けの
機体とかもできあの出てるんで、マビック以上であれば多分ね、そういう、許可とかそういったところも考えて作ってるってか、オプションとかね、そういうのも作ってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ファントムだったら全然問題ないんで、まあそういう住み分けをしてるんでね、そうこう考えると、マビック3出たらそって考えてもいいかなっていうね、感じはしてます。でもね、正直ね、もうなんか検知距離とかそんな、まあその新しい技術はすごい気になるのはなるんですけど、まあ、正直今の機体に不満を抱えてるかっていうと全然不満抱えてないんですよね。だからそこも難しい。だから買い替える時期っていうのはね、ちょっと難しいですよね。まあ、故障してしまえばね、まあ買い替えることになるんですけどね。はい。そしたらね、ちょっとね、ここでちょっと一旦休憩をして、次はマビックエアの僕が修理して戻ってきたやつの愚痴をちょっと聞いてもらおうかと思います。ではでは。